今日の乾燥予報をお伝えします。乾燥指数を見ていきましょう。東京や仙台、札幌は超カラカラ、西日本は広くカラカラという予想になっております。朝はすっきりしない空のところが多いものの、この後は天気回復、一気に空気が乾燥するところが出てきます。カラカラや超カラカラという指数になっているところでは、いつも以上に水分補給をしっかりと行うようにしてください。風邪予防や火災対策もしっかりと行うようにしてください。今日の乾燥予報をお伝えしていきました。